アクアタワーから見た平和公園のボイキ平和公園は、名古屋市東部丘陵地域の畜作にある公園。戦後の大規模な区画整理事業に困って整備され、名古屋市内の多くの墓地が平和公園内へ移転した。現在では、市内有数の桜の名所でもあり、公園内のメタセコ屋広場では、多数のイベントが開催される。名古屋市の戦災復興計画における区画整理は、 道路建設では100メートル道路が有名。区画整理のもう一つの重点が平和公園建設構想だった。平和公園建設構想は市内の各寺院境内地に備わっていた墓地をすべて東部級領地へ移転することによって道路用地や公園用地を大体地との交換で円満に確保することを目的とした。 実際は1946年6月設置された墓地整理委員会の指導により、中区、東区、厚田区を中心とする市内278寺院の墓地、約18ヘクタール18.7万余り元の墓を畜作家の子どの地内へ移転させるもので、1947年から1957年にかけて実施された。市内には、 終わり藩の菩提寺であった東区の県中寺の歴代藩主の墓や赤老市、片岡玄右衛門の墓など由緒ある墓所がたくさんあったが、それらもほとんどすべてを移転させる徹底したものだった。なお、公園設置に伴いこの地域には、筑作平和公園の地盤が付けられている。招致に失敗して、幻に終わった名古屋オリンピックでは平和公園内に、 スタジアムが建設される予定だった。墓地は公園の北部地域に集められており、南部地域は公園として整備されている。園内には約2300本の桜が植えられている他南部のカの子殿には自然林も残り、野鳥観察や猫がホラ池での釣り、メタセコや広場におけるイベントの開催など市民の憩いの場となっている。また、 平和堂などの慰霊施設のほかに、名古屋市動物愛護センターや東山動物園で、飼育されているコアラの餌であるユーカリを栽培するための施設がある。公園北端には、東部丘陵地帯への給水を安定させ、災害時の応急給水を行うために、平和公園排水場が設置され、展望台を兼ねた平和公園アクアタワーが建つ。平和公園には、 名古屋市内250以上の寺院の墓地が集められてできた大規模な墓碑群があり、それぞれ墓域を形成している。平和公園は愛知県名古屋市畜作にある地名。現行行政地名は平和公園1丁目から平和公園3丁目。当地域の人口は例人。名古屋市畜作東端部に位置する。東は明東区、西は鹿の子殿、の徳川山町、南は 田代町アザカノコ殿、猫ポラー池上町、北は富士見台に接する。地名の由来道地内の平和公園の名称に由来する。遠隔私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。町域の平和公園内には平和道、万国へ冷凍、慰霊碑が西に、 猫が、ホライケカノコ公園、中央部には、公園内を南北に貫通する道路があり、市バスが運行されている。これ以外に貫通する道路はなく、盆や、悲願の時期は、南側の猫道通付近から園内を通り、北側の光が丘にかけてかなり渋滞する。ありがとうございます。